見知らぬ天井って感じ。おはようございます、チルです。手術当日ですね。今日の朝9時、あと3時間後かな、あと3時間後に完全に絶食絶飲、水すらも飲めなくなります。で、今から腸内洗浄をします。腸内洗浄を1時間に1回ずつやって、終わったらその後に手術ですね。わあ怖い、死んじゃうかもね。でも怖いな、本当に。ก็ผ่าตัดใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง Operation คือว่า6ชั่วโมงก็ได้ 7 ชั่วโมงก็ได้ありますอ่ะ7ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับ今昼の12時半です。で、腸洗浄を今約6回やって、蒲門先生と手術の説明を受けて、で、今日の3時から4時の間に呼ばれて手術です。言い方おかしいかもしれないけど、ちょっと諦めてる自分もいて、なんかもうどうせ痛いし仕方ねえよなみたいな感じで諦めてます。いい意味でちょっと諦めてる感じかな、多分。緊張するな、怖い。行くよ、行くよ。本当に出た、手術、本当に行くよ。めっちゃ寝てた。うん、知ってる。行くよ。はい。さっきペスラス測ってたら、オペレーションルームも行きます。トイレは行きますか？トイレ。トイレ。大丈夫？行っとく最後。行っとった方がいいよな。一応言ってきて。うん。はじめちゃんの顔がとるつもりなんです。めっちゃ怖いんだけど。え、ここ？うん。すごいね、ここまで許可もらえたんだ、逆に。リカバリールームに入ってるから、終わった休憩の中から忘れなかったり。すごい、ここまで許可、ここいいの本当に。めっちゃ緊張する。ここでちょっと待機ね。いいの喋っとかなって。何を喋っていいのかわかんない。なんか遺言みたいになりそうじゃん。本当に。なんか複雑だよね。なんか。なんか目標が達成できる反面。痛いのは怖い反面、死ぬかもしれないっていう恐怖も少しあるしみたいな、すごい複雑。どういう顔していいのか全く分かんない。痛くて寝れないのかな。ちょっと上から撮った方がいい ね、こっちからどうぞ。薄い使っとったのブース。ちょっと普通に喋った後にそういうあとで調節するのやめてもらっていいですか。下からとっと下からやめたおって。
めっちゃ怖いんだけど、何このなんかすごいマグロ叩きつけてるよ。何これ本当に、何叩きつけてんの。これ手術関係ない。本当に関係ない。ここだって手術室でしょ。ね、ドリルの音してるよ。え、これ、違う違う、これ何、え、これだ、絶対これじゃん。嘘、これでしょ。違う。嘘でしょ。すごい音してるよ。違う、違う、本当に違う、本当に違う、本当に違う、やばくない。スタッフの専用通路で工事してた。今から手術室入る。あー怖い、すっごい熱くなってきた。怖いな。喋ってよ、最後入るよ。え、手術室入るよ。え、もう行ってきます。もう来た、もう来寒い。終わった終わった、うん、いいよ。これ酸素ね。ちょっとママ、うまくいった。カメラでできたからね。カメラでできたからね。お腹切ってないからね、うん、だからもう大丈夫だから。また、うん、だから頑張り、うん、ここ、うん、ここ痛いね。